月の一発目の放送で朝早い時しばくのはないやろ。マジックで書いていただきたいんです。マジック使いません。マジックは使いません。使わないの？どうしてそういうことすんの？なあ、どうしてそういうことすんの？今のはちょっとどうしてっていらんもん。こんなとこ置かれたらもう君らはな、本当に物を大切にせんすぎる。本当にね、本当に俺らみたいな、あ、俺戦争言ってないね。ひんやりと、はあ、ずっといてたら地になった。お、最初にしては全然受けてないじゃん。あのね、下ネタで受けへんの最悪やね。いや、これ本当下ネタで受けへんの俺も経験あんのよ。二カメさんに向かって、はい、コンスタンチン君話の本場でコンスタンチン、あの時期しゃあないねん。反省せんって言ってるよお前は。だから反省を込めて書いたんじゃないですか。正月早々あと3ヶ月やったけど。本当にまあ、ありがとうございます。あの時期でもしゃあないよ。ネタもすんなお前。そうだよ。皆さんお願いしましょう。そういうやつ学生にもおったよ。勝つな。これはかなりやばい。なんかなんやもうええわもう。まあ、もうちょっとお前パラッと書いてあれせえや、なんか綺麗に書いてね。お前なた人の女に向かってお前はやねん。人の女って誰の女？よっぽど下品じゃん。やったな。いや、誰かの女っていうことで。正月そうそうやったなはないやろ。おい松本、はい、こいつの言葉すんなよ。ほんまに聞いてくれよ。いや、ほんまにね、タモリさんも怒ってるやん。本当に、そのセンスほんま痛いですよ。痛いよ。俺も三振にやん、どんだけ長いの。そ、知らんだな。知らんから、あれやから知らんけども。今はこれよ、仕返しや。でも三振は本当にいい人ですよ。いい人や、俺も悪い人や言うてない。あ、すいません。お前らいい人してるで悪いこと言うからやんの。三振謝れ、ほんまに。ちゃんと謝れ、三振にやんに。ごめんな。お前ちゃんとほら、目を覆った時に、ちゃんと会った時に、お前テレビ、最新ラー見ててごめんな、ね、俺もうテレビの、あやや言ってるで、そのまま倒れてるぞ。ちゃんとさ、お前はお前は松本さんだよな。清水さんが尻相撲しなきゃいけなかったんですよ。悪いなりさらしとんじゃん。すまん、男らしい。早い、男らしい。浜ちゃん、いやいやいや、あのね、先ほどあの浜ちゃんがお袋に突っ込んだじゃないですか。そう、あれを見てですね、うちの町内の頭が怒ってきました。来た、来た、来た、そういうのや。来た、何、どうしたの浜田、この野郎。浜田さんにな。おー、浜田、言いたいでよ。浜田、怒ってる、怒って、怒って、来た、この野郎。なんや、どうだね。尺内早いんだ、この野郎。尺内早いね。根岸なら閉めちゃうからな。閉めちゃうから、引くかい、根岸なんかボケ。タウンの浜田プラザホテルで3人ふざけんな。これええかいやないか。これはふざけてないやないか。違うから、これはふざけてない。浜田、まあ殺したのか。これはなんか難しいですよ。お前先輩に向かってます。偉そうに言うな。こっちに作